実行力ないやつ、口だけは達者。はい、こんにちは、ブルーコースです。ということで続きやっていきましょうか。マリオストーリー。前回はなんかもう捕まりエンドということでね、ほんとすいませんでした。なんかいろいろ具だったんですけれども、まあまあそういうタイミングもあるよっていうことで許していただけたらというふうに思います。今回でね、動画版をしっかりとね、秘密を暴いていきたいと思いますけどね、まあ大体答え前回のバトル言っちゃってるんだけど、まあ今はね、冒頭なんかちょっとね、某ラファエルさんみたいなスタートの仕方をしたんですけどね、いろいろと思うところはあるんですわ。なんかさ、口だけ偉そうでさ、結局さ、実績もなければさ、その実績を作るための行動力もないみたいなやつでさ、まあ世の中にたくさん溢れてるわけでさ、まあ30も超えてくるとさ、多少のさ、まあいろいろとこう人生っていうのが見えてきたりとかっていうのもあったりするから、で、うん。だからね、友達とね、一時期ね、二人で起業をしようかみたいな感じで言ってたんですよ。まあ僕が営業をやって、で、友達の方がその基盤を作るみたいなね、例えば、なんだろう、どうなんだ、どのくらいのタイミングくん、おー、もう一回かな、おー、あーいって、は安全牌で言った方がいいのかな、これ、ほい、シャキーン、シャキーン、よいしょ、危ねえ、チャラチャチャ、あー、これは絶対行かなきゃいけなかったとこだったのね、よいしょ。これ刺さった方が元に戻れる、もしかして。まあいいや。ほい。ほい。あ、違う。あ、でもこいつ戦って、いや。まだあとどっから出てくるでしょ、もうちょっとしたら。どっちかから出てこう。あー、寝てるやついるわん。寝てるやつには鉄槌を下ろす。うん。でね。まあ、集客とかそういうのは、そのマーケティングっていうか、まあ含めて、僕がやりますよ、やるわ、みたいな話をしてたんですよね。で、こいつどこまで持ってくるの？ほい。で、じゃあその代わり、その集客の受け口になる媒体に関しては、そっちが作ってくれよって言ってお願いをしてたわけなんですよね。まあそもそも友達と、まあ、ビジネスやるっていうのは、あまりよろしくないのかなって思うんですよ。結局なーなーというか、まあできなかったらできなくていいかってはってなるし、失敗したらお互いの責任なすりつき合いになるし、逆に成功したら成功したで、お金の問題が出てきたりとかっていうので、そこはある意味お金で区切れるようなドライな関係にしてたらいいんだけど、やっぱりどこかで、お金、どこかでやっぱりね、お金の問題とかっていうのは出てきてしまうことになるから、そこはね、ちょっとね、だから、友達とやるのはあんまりよろしくないのかなって思ったりするんですよね。お互いがお互いに甘えちゃうような存在になるからね。うん。だから、あんまりその知らないビジネスで割り切れるような関係性からスタートするのはよろしいのかもしれないですけど、まあじゃあ、ここあえて HP 上げておきましょうか。HP とかもね、ストーン帽子がずっとかぶっときゃなんとかなるのかなと思ったりするんですけど、まあ。あ、いや、危ない、落ちたら大変なことになる。ここ。で、ここは？ん？ああ、引っ張ったら出てくるよっていううち。で、ここ飛べばいいのか。また間違えちゃった。そう。でね。で、じゃあ、ホームページを作ろうっていう話になって、で要は、媒体を作るのが、その友達の、仕事だからっていうので、でホームページを作るために、その文章を考えなきゃいけないと。まあ、なんて言うんだろう、その、挨拶みたいなね。で、まあ、僕が表に立つ、仕事になるから、じゃあ、僕が文章を考えるわ、文章を考えて送ったのよ。そしたらね、そいつね、なんだっけ、あれを出すわけじゃ、ダメ出しばっかしてきて、で、結局ね、そいつね、何も、ホームページ作らなかったんですよ。いや、ここはこういう書き回しをしたらいいと思うんやけど、とか、ここはこう書いた方がいいと思うでって、この表現良くないね、とかって言って、偉そうに、なんか、ずっとその、添削だけしてきて、で、結局、ホームページ全く作らなかったわけですよ。残念ながら。うん。これ、降りたらなんか、手に入るのかな？降りてみようか。あー、やっぱりそうだ。で、これまた戻らなきゃいけないとめんどくせえな。ちょっと皆さん巻き込むわけにはいかない。いったカッツ。よいしょ、戻ってきました。まあでも、もしかしたらの話だけど、
そのまあ僕がね、あの表立つような感じで仕事を進めていくっていうのが、というのもそのやろうって言って合致した仕事っていうのが、僕のその経験だったりスキルだったりっていうのを活かさないとできないものだったのね。だからその裏方に回ってもらわざるを得なかったわけですよ、友達の方がね。うん。なのにクン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 、なんだか怪しいやつの匂いがするぞってのが素晴らしいな。おいおい、そっち行って持って行って持って、どそんな中途半端なところ立ち止まっちゃいやよ。あー、こっちの鍵あれなのかな。そう、うわー、ちゃ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 、まあこいつら全員倒したらスターポイントもたくさん貯まるんだろうけどな。まあめんどくさいからやんないけどさ。とびっかか、さよなら皆さん、さよかく、また来て四角ー、あーぶねー。そう、うん、まあだからそう、そもそもあんまりね、やろうと思えなかったビジネスだったのかもしれないけど、じゃあガチすんなってね。でね、僕はね、そいつがね求めることね、例えば添削してここ直した、ああしてこうしてっていうのを言われたから、ああじゃあ直しますよって直して、いっぱいやったと。で、あのホームページのじゃあ文章これで上げとく、あの作ってみるねっていうのを、許可もらってやってもらったりとかね。それからその他にも今だの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 だ、あ、そっか、帰ってくるんだ、そういえば。そう。その他にもね、まあ、ペルソナ、どういった総合ターゲットにしたビジネスにするかっていうのを、まあ、不死身にしてもらったのに、また戻されちまうぞ。まあ、不死身からね、ね、死んじゃうようになったら怖いもんね。うん。こいつの寝方がまたすげえんだよな、ね。うん。そう。で、そのためにも、この本すごく参考になるよって言って、まあなんだろう、読ませてもらったわけですよ。で、読ませたとか、自分でお金を稼いで、お金を稼いだらおかしいな。お金出して、アマゾンでその本買って、で、受読したんですよ。で、あ、なるほどねって、こういうことちゃんと考えてなかったわなと思って、スモールビジネスの教科書っていう本なんだけど、その本をしっかり読んで、じゃあ、俺はこういう思いを持って、で、こういうターゲットにして、で、こういうふうにビジネスをやっていくっていうのを全部書き出して、で、メールを送って、で、それを元に、じゃあ一回ウェブ会議しようよって言ったんですよ。で、ウェブ会議に出てきた時かね、そいつね、ま、そいつが朝7時からしか、ちょっと時間が取れないから、その時間でもいいかって言われたから、あ、別に構わないよって言って、朝7時ね、まだ嫁とか子供とかが寝静まってる頃ですよ。寝静まってる頃だったけど、その時間で、ちょっと早めに起きて、で、別室でね、そういう話をしてたんですよね。そしたらそいつね、マジでね、ごめん、ちょっと寝坊したっつって、全然起きてこないわけですよ。で、7時半くらいになってようやく起きてきて、うん。で、起きてきた時の顔がもうクソだるそうな顔してたんだ。マジでなんだお前って思って。で、まあ、その時点でちょっとイラっときてたんだけど、なんかいろいろ喋ってたら、ごめん、今、転職したばっかりで、そんな、なんか他のことを考える余裕とかないんだわとかって急に言い始めてきて、そんなもん LINE 一本で終わらす話だったし、もう今仕事ができないんだったら、もうそれでいいじゃんっていう話なんですよね。別に、もうそんな言うくらいのやつだったら、別に俺もなんか、そいつと仕事するような、なんかもう思いとかなかったし、なんだったらもう自分でやるわっていう感じだったんで、まあ、結局、今それをサイドビジネスっぽく、本当にちょっとだけ、一人で、結局個人事業じゃないけど、まあ、そんな感じでやっているっていう状態になってるんですけど、うん。だからね、マジでね、で、そいつね、ツイッターとか、X か、X とかね、そういうところの場ではなんかすごいさ、なんか、今、なんかよくわかんない IT コンサルだかなんだかやってるみたいなんだけど、なんか偉そうなことベラ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 書いてるんですよ。お前でもなって言って、口で言うだけだったら、そんなもん誰だって言えると。うん。要は、中身が伴ってないといけないわけですよ。全然中身ないの。中身じゃない、全然実行力がないの。なんでかって、一緒にやろうよって言って、こっちは一方的にってか、一方は、こっちはもう、あとは、ホームページで集客基盤さえ作れれば、ビジネスとしての、その媒体っていうのは出来上がるような状態がしっかりと出来上がっているにもかかわらず、結局、その受け皿を作ってくれなかったわけですよ。ね。うん。実行力クソもねえじゃんと思って。で、そいつが一体何の仕事してるのかって言ったら、なんかひたすら議事録書いてるだけみたいな。それの何が仕事なのって思う。まあ、議事録を
なんか分かんないよ、僕もコンサル会社に一時勤めてたけど3年半くらい、でも議事録を書くなんていうことをメインにやってた仕事なんか一個もなかったからね。とにかくその担当者と社長の、まあ、経営者ですね、経営者の間を取り持って、でどうやって売り上げを上げていくかとか経費削減していくかっていう、要はトータルでいうとこの利益業績っていうところにつながるような話、あじゃあ、 あの営業はこうやってやっていきましょうとか、こういう記録を残してあの次世代を育成していくための仕組みを作っていきましょうっていう話をしたりとか、まあ、もしくはあの業績だあ、利益じゃなくて、コストの方とかだったら、あの紙付き何枚出てますかと、でそれをあの減らすのに、うちのシステムだったらこれを導入してもらったら、1ヶ月だったらコストパフォーマンスこれだけの差が出ますよみたいなことを具体的に出したりとかっていう、そういう話とかっていうの普段とか してたわけですよね。で多分議事録を書くってなると、多分そういうやり取りを常に残しておくっていう仕事なんだと思うけど、そんはさ、会話でパッて終わらせてさ、何やるかっていうのを決めさせて実行させりゃ済む話なんだから、紙に書いたものを後で渡してこういうことをやる約束でしたよねみたいなことをさ言ったところでさ、やらなくて意味ないんだから、あの紙に残させる云々とかっていうのクソどうでもよくって、そんなことよりもあのやってるかやってないかっていうのを逐一確認するみたいな、そういうことをちゃんとやっとけなきゃいけないっていう話なんですよ。それがあのなんか コンサルの価値というか、だからあのほら偉そうにさ、なんかこういうことをやればあのなんかあの営業成績上がりますとか、あの逆にそのなんかコスト下げることができますよみたいな話とかって誰だってできるんですよ、そんなもんは。要はそれを実現させるだけの実行力をあのお客様クライアントに対して与えることができてますかと、そういう機会をっていう、そっちを優先しなきゃいけないね。じゃあ僕とそいつとの差、まあ差があるっていう言い方はもうそいつに対してちょっと失礼っていうか申し訳ないんだけど、何かって言ったら結局そいつはあの口達者で紙に何か記録を残すことしかできてなくて、 X でなんかあの偉そうになんかこんな本を読んでこんな知識を得てとか、なんかあの会社でなんか仕事ができ、なんか与えられた仕事をやる壊すのはなんかだんだん楽しくなってきたとかっていう、すごい受け身な仕事とかをやってるわけですよ。それ一方で僕はこうやったらややったらいいっていうことをあの言うだけじゃなくて実行力、を伴ってやっていくっていう話なんですよ。それがなかったら意味ないから、マジで。でこれこんな中奥いたっけ、あーちょっとあーいらん、だんだん敵が増えていく。よいしょ、まあ逃げればいいんだけどさ、まあちょっとでも経験値稼げるんだったらいいよ、やってやるよ。よいしょ、なんかちょっとごめんなさい、熱くなっちゃったね、なんかふと思い出したっていうね。なんかいや、なんかこの実況を始めるにあたってさ、いつもなんかあのそのまま始めちゃったりとかしてるから、いやなんかこうもうちょっとこう面白い話とかないかなと思ったんですけどね。これ逃げた分のスターポイントも溜まるみたいな、なんかバッチあったよね。いやなんかもう、あやったやった、あの攻撃力8を2回も受け切るのちょっとめんどくせえなと思ったから、はい。なんでこんな心臓ボロボロなの、抜かれた時にあれか、あのなんかものすごい握られたかとかかな。さては誰かが、俺がドラゴンの本体だってことばらしやがったんだ。心臓が声を持って喋ります、恐ろしいよね。さあ行きましょうか。じゃあとりあえずもう、あーしまった、違うな。まあじゃあとりあえず体力をしこっと減らしておきましょう。体力をしこっておきましょう。オッケー、プッププッププップップ。おむけの姉ちゃん、おめえうまそうなんだな、あとで俺が食べてやっから待ってるんだぞ。失礼な、私が今回たぶんいうこんなさせてつけてしまいますよ。おめえが避けられない、すごく攻撃をしてやるだ、今から充電するからちょっと待ってるだよ、必勝。なるほどね、いきなり溜めてくるスタイルなのね。オッケーオッケー、いいでしょう。とで、とりあえず、はい。ただこれをやるとね、次のターン動けなくなるからな、普通の体当たりをしてくれる方がありがたいんだけどね。まあ、すんごい攻撃、まあいっぱいの中ね、これ多分あれですよ、白血球じゃなくて、赤血球ですね。赤血球がいっぱい飛んでくるっていうね。まあ、赤血球肩になっても良くないですからね。そして次のターン動けないんだよな。これチェンジはできるのかな？チェンジすると、あ、終わりか、やっぱり。あ、また！あー、まあ、いっか別に。一回くらい甘んじて受けましょう。ほい、あー、あー、合ってるか合ってるか。デート物知りましょう。しまったな、やっちまったな。ドコモの本体って言ったね、最大 HP50、攻撃力6。
すんごい攻撃力、そう言ったら隠れんだよ。その時の攻撃力12もあるからね。隠れてたらダメージを受けないから、次が来ないうちに倒しては、さあレセレスの番だよ。おお、やっぱりそのステージで手に入ったやつが大事なんだね。おお、わあ、締め付けられる。これはつまり、なんて言ったらいいの、あれ、心筋梗塞にさせられてるから12も食らうのかな。確かにこのステージで12も食らうっていうのはなかなかえぐいよね。よし、オッケー。じゃあ、どうしよう。まあ、一旦、レサレサに一応しときましょう。あー、ちょっと待って、あー、強い。ガツンです。うい、21、残り、半分削ったね。レサビン。オッケー。まあ、だからさ、一生に一回、あ、てか、一生に一度の人生なんだからさ、一生に一度の人生ってよくわかんないな。まあ、一回きりの人生なんだからさ、ちゃんとやるべきことはやってさ、自分が満足するように生きていけばいいと思うんすよね。まあ、こんな偉そうなこと言ってるけど、そいつにとっては、俺と一緒に仕事をすることよりも、例えば、議事録とか、まあ、奥さんとのね、ちょっと関係性もそのタイミングであまりよろしくなかったみたいな話とかも聞いてたんで、まあ、そっちをね、家庭を優先するっていうことの方が大事だっていうふうにあるんだったら、まあ、全然それでも問題ないかなっていうふうに思ったりもするんすよ。うん。よいしょ、オッケー。ピピ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 ー。はい、終わりー。この次で終わりっすよ。あ、なんだ。あんりゃー、ちょっとまずいぞー。ここはひとまず逃げるぞー。あ、5以下になったら逃げるっていうパターンのやつなのね、これね。逃がすかー。怖いお兄さんがあなたのことを食べちゃうぞー。あれ、いない。あれ、ハイパークリームいなくなった。あ、もしかしてあれか。ちょっとずつ食べてって思ったけど、あー、あ、一体ならいいわ。よいしょ、ほい、無調。パン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 。女の子がパンパン。まあ、だから、僕は、なんだろう、いろんなことを、アイディアを出して、なんかそれで満足して、オナニーして終わりとかじゃなくて、まあ、オナニーは実行してるか。単にアイデア出して、なんか知識よく満たして終わりとかじゃなくて、その得たものを、なんかこう何かに生かすっていうことを、何か生かすっていうか、まあ実行するっていうことに喜びを覚えるタイプだから、いろいろ、あ、これやったら面白いだろうな、あれやったら面白いだろうっていうことを、まあ、すぐ実行に移すっていう感じ。だからまあ個人授業でね、こういう YouTube の授業もそうだし、まあそれからバスケも、アルバイトになるけど、これは、ね、やってみたりとか、するのもすごい楽しかったりとかするし、よいしょ。ほい。あ、しまった。もういいや。じゃあ、そうか、こいつでもあれが必要だったんでってこと忘れてましてですね。物知り。30くらいくれるかな。あ、ぴったし30だった。ごちそうさまでーす。やっちまった。しまったー、合体したら不死身じゃなくなっちまうんだぞー。元の不死身じゃないオラに戻っちまったんだぞー。降参だぞー。今まで食べたお化けたちを返すから許してくれけろー。まあまあ食ってんだ。そして消化されないんだね。こいついないってことか。まだいるだろう。やっぱあれなのかな、亀一族っていうのはさ、甲羅が大きくなればなるほど偉くなるっていうあれなのかな。うん、おまけ仲間だ。でもこれからはみんなには、ドガボンを脅かさないように言ってあげる。優しいな。私ドガボンが臆病なものだからついつい面白くていつも驚かせてからかってたんですよ。でも反省なんかしてません。驚かせるのはおまけの生きがいなんですからね。まあ、ある種仕事っていうことですよね。はい。初めて。こんなの初めてと。はい。いろんな世界見た方が良さそうですね。そういうことですから。はい。いいよ。世界一緒に旅しましょう。いいよ。これいいえって言ったらどうなるんだろうね。レサレサが手に入らないままどっか行っちゃうのかな。じゃあはい。セバスチャン出てらっしゃい。なんか影で見守ってましたみたいな感じになってるね。さあ受け取りなさい。ありがとう。これがまあ強いんですよ。これさえ手に入ったらもう無敵ですからね。じゃあ今回は、時間がまだね、15分くらいなので、ピーチのパートもやっちまいましょうか。ちゃらちゃ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 ーん。ちゃーん。ステージクリア。
まあすいません、なんか偉そうなことを説教垂れちゃいましたけどね。はい、無事、ステージクリアしたということで、チャンネル登録ボタンとグッドボタンを押してね、応援してくれたら幸いの極みでございます。失敗ですね、藤丸どこが無事にやっつけられたでしょうか。そうね、どこから怪我でもしてたら私、どうしよう。一体の少年、どう始めに来ましたか。もしかしたら今頃奮発しろで、無事に美しくしてみんなに食いしがってるかもしれません。そうかもしれませんね。失敗しないように何か調べていきましょう。ということで、今日のパンティは、紫。さあ、やっていこうか。相変わらずの隠れミッキーがいますね。もうあそこから、ああ、まだここ通らなきゃいけないのか。ここのシーン、早くカットしてくれたら嬉しいんですけどね。ドゥー、ドゥルドゥルドゥー、ドゥル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 。え？もう一度説明する、あん。ですから、クッパ様、さっきから何でもご説明申し上げておりますじゃ。ドカボンのやつめ、もわりゃやらしにしまいましたのじゃ。おかしいではないか。ドカボンは不死身だったのだぞ。それがどうして負けるのだ。くー、悔しい。やつの亀の甲羅小さかったからか、秘密を暴きやがったな。またしてもやられてしまうとは、マリオめ。クッパ様、早く過ぎるという考えればなりませんじょ。マリオの次なる行き先はおそらく早い方のおもちゃ箱ですじゃ。ではそこでマリオを迎え撃ってやるとするか。しかしただやっつけるだけで面白くない。あいつの弱点を見つけて悔しがらせてくれる。カメックババよ、何かマリオの苦手なもの。うわぁ！なんで一姫がこんなところにいるのだ？見張りは何をしておったのだ？いや待てよ、これはこれはピーチ姫よ、ちょうど良いところにいた。我が輩は今マリオの弱点について考えていたところである。ピーチ姫は我が輩に弱点を教えるのだ。いいか、正直に言うとマリオの苦手なものは次のうちどれだ？キノコ。むむ、なるほど、そうだったのか。他に苦手なものは？ふむふむ、じゃあ、おお、これでバッチリだ。苦手なものはマリにぶつけて今度こそやっつけてくれるわ。聞こえていたであろうな、カメクマは早速用意を始めるんだ。ピチミが言ってることはところに疑問は残りますが、おっしゃる通りいたしますじゃ。当たり前だ、我が輩の作戦はいつも芸術的なのだ。そしてカメックママよ、そろそろピーチ姫元の部屋に連れ戻せ。今度こそマリの最後のギア。でしたともよ、ピーチ姫を部屋に連れていくのじゃ。あ、よいしょー、いやー。さて、ステージ4ですね。あ、ごめん、なんか B ボタン押してたらなんか勝手に会話が進んでっちゃった。まあいっか、別に。なんかいつもね、嫁さんにツッコミを受けるんですよ。なんかこんな、その会話を一つ一つ丁寧に喋っているのは、他いないよっつって。もう、なんか、さっさと飛ばしちゃえばって言われて、あ、その通りだよね、と思って。うん。気になる方はね、ご自身でプレイしていただいたら、これ、年額4800円でスイッチで買えますからね。うん。年額4800円で月で割ったら、月々400円でしょ？そんなの出せない人なんか他いないでしょうよって話だから。そういうのが出せないよって言ってる人に限って、携帯代につき1万とかね。まあ、5000以上払ってる人でもバカかなと思ってもするんですけど。これはどうしたらいいのかな？このままなんかスッと戻れるのかな？よいしょと。これであえて間違えた道に行くことによって、なんか入り口まで戻れたりする。ん？おう。やばいぜ！実は結構怖いぜ！ちょっと俺の方が怖いんだけど、お前急に何？ちょっと待って、なんか、ああ、でも、そういえばすぐ飛んでたっけ、こいつ。しかもあれだもんね、一個あるもん。あ、そうか、とりあえずクリッとしとこうか。こっちかな？おう！これ逆に左に行ったら左にので、てかまあ、だいぶあれだよね。泣き水から迷子にでもなってたのか。うるさいうるさいうるさい！迷子なんかなくて、今日こそ決着つけてるぜ。俺ら追加し受けてみろ！イェーイ！ふぅ！それはいいんだけど、いつもの俺だと思うね。うくせえパワーアップ。まあ、お化けのステージだけにコウモリの翼が生えましたっていうね。だから結局こいつ成長すると何になるんだっていう話だよね。面白いよね。じゃあ貫くか。よいしょーよいしょー。あれ、防御力は1だっけ、こいつ。とりあえずまあ物知ろう。あのね、45、1、はいはいはい。
羽が入ってジャンプじゃね、届かない横行きできるアイテムがあって、いろいろ使ってみてもいいかね。はい、了解でーす。よいしょ、オッケー。どうしよっかな、めんどくせえな。でもこれ2使うんだよね。まあ、とりあえず、流れ星でも与えとくか。よいしょ。まあ、こいつ倒して町に戻ることができたら一旦終わりってところかね。その後に町を救う旅に出かけようって感じか。じゃあ、クリチャージしとこうか。うにににににに、ぷい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 。ぷい、オッケー。意外とでも痛いな。これガツン、あ、でも一応か、ガツンにしようが、防御力、あ、じゃあ防御力1だったらあれだ。セラルキルのガツンの方がいいじゃん。棒食らせられんじゃん。しまったな。まあいいや。3、いいね。ほい。あー、しまった。まともに食らっちまった。ガツンの方がいいんだな、これ。結局、なだからな。よいしょ。ほい。まあ、クリ続き。クリックリッと。何か喋ろうぜ、こんなとこまで来てんだからさ。ただ単にあんた闇にさまよってるだけでしょ。なんか喋ってくんないと面白くないよね。よいしょ。おい、オッケー。はっ。これまでなんか、ありとあらゆる会話を繰り広げてくれてたのに、こいつ、ただ黙々と攻撃するだけのやつになり下がっているぞ。あ、危険になったおかげでですね、一気にあれだね。はい、ごちそうさまでした。カッシュー、カッシュー、カッシュー、カッシューぜー。それだけ？おしまい。そうか、で、これはあれだよね。普通にダメだもんね。ん？あ、で、これはできないから。じゃあ、これをして、戻って、で、こうしたら、あ、だね。あ、来た来た来た。おー、急に森から出るんで助かったぜー。キャッ！テンション高。戻ってこれましたね。ああ、まあ、セーブは取れるんや。だから、正規の街を生き続けることができたってことっすよね。あ、正規の、なんだっけ。あらら、私のフライパンが、正規のルートで、進み続けることができていたっちゅう、そういう話だよね。そう考えたら、コアッパ、なかなかやるやん。ここは特に何にもないのかな？と思ったら、これあれなのかな？こいつがなんかいたずらしてるけどさ、普通に次のステージをクリアすることができたらもう何にも苦労することはないっていうところなのかな。何しやがんでいい、俺の計算機を返しやがれ。あれ、ここら辺かな。うい、そう、ヘイホーがでも4つのステージでできてくれるっていうのがね、なかなかね。あ、どうしたどうしたどうした。あー、そっか、お店あれなんかやってないのか。あれがねえと計算できねえからって、もうちょっと勉強した方がいいと思うんですけどね。そうだったらね。おう、何なんだか騒がしい。実は昨夜変なお告げを見たのである。その夢というのはな、遠い砂漠の町カラカラタウンに赤い色のヤシの木の周りを、そしたらぐるぐる何かいいことが起こる。一体これが何を引っ張らされる、妙に気になって眠れないので、もしもこの意味が分かったら教えてほしいのである。赤い木の周りをぐるぐる回ると何が起こるんだろうね。裏のお便りコーラー、今までマリオにやっつけられたのはこの子で何匹くらいいるだろうな。むー、匿名希望の亀。なんかちょっとあまりあれだね、よろしくない話でしたね。とりあえずまあ寝ましょう。俺の安眠を妨げんじゃねえよバカ野郎。よし、オッケー。寝て、どうしよう、星のかけらのところを覗いてみようか。まだちょっと時間あるもんね。よし、オッケー。ちゃっちゃちゃっちゃちゃ。あ、手紙読んでから行こうか。ドラバー！どうした？あ、手紙も読めない。だいぶ迷惑なやつだな、あいつ。ちゃ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 。こっちはなんかちょっと慌てたあれになってるけど、こっちはまあ別に何もないもんね。じゃあ行きましょうか。星降るよかよかおか。ここのあれって取ったっけ。あ、取った。寝顔のパワー、まあ今はいらないんだけどな。あんまりいるっちゃいる。いや、なんわけはないね。よいしょ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 。ハテナムシが全然手に入らない。いや、バブバブチュ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 バブブ。
集める。占うと違う。交換しようよ。いいよ。バチと交換する。今22個。保険コイン。たくさんのダメージを受けたときよりコインが多い。たまーにラッキー。あ、たまーにラッキーいいな。いつも元気。ハッピーハート。ハッピーフラワー。あ、結構なんか、あれだね。手に入るな。あ、でもパワープラス欲しいな。あと3つか。ただこれ6いるんだよな。これとこれが欲しいんだよな。ハート、攻撃力1だがマリオの HP が1回復する。フラワーデール、ハートデール、ビリビリーン。結構強いのあるな。ハッピーフラワーとかいいんだよな。まあ、じゃああと3つ集めて帰ってきましょうか。なんでめちゃうのがっかり。パワープラス手に入れたら帰ってきます。あ、違う違う違う。あと星3つ手に入れたら、パワープラスを手に入れるために帰ってきます。じゃあ、ヘイホーの街乗り込んでいきますか。次回パートからですね。うん。ということで、今回は、まあ、気持ち早いくらいな感じですけど、一旦ね、セーブして終わりにしたいというふうに思います。ということで、無事、ステージ3クリアしたというところで、今回も最後まで動画をご視聴いただきまして、どうもありがとうございました。また次回パート、チャンネル登録ボタン、グッドボタンを押してお待ちください。ではまた、バイバイ。